違うものが隣り合っていたりとか、いろいろなものが並んでいるところにすごく美しさを感じていて、自分の絵画でも違う素材や色っていうのを混ぜながら、ばらつきがあるもの、いろいろ同じでないものが並んでいるものにすごくインスピレーションを受けることが多いですね。菊池光と申します。東京中心に活動していて、ずっと絵を描いてきました。専門が絵画ですね。ずっと絵を勉強してきた中で、最初は具象的な絵を描いていたんですけど、だんだん抽象画に変化してきて、で手法としてはいろいろと、カラフルな色を使って、いろんな色を使って、素材も絵の具だけじゃなくて紙だったりとかコルクだったりとかを使いながら、何度も重ねていきながら描いていくっていう手法をとって、そうですね、インスピレーションで言うと、なんか世の中のばらつきにすごく注目していて、例えば自然を見ても、その木が一本あったとしても、すごく葉っぱ一枚一枚が違っていたりとか、雲の形見ても、雲の形が一つ一つ違っていたりとか、違うものが隣り合っていたりとか、いろいろなものが並んでいるところにすごくいつも美しさを感じていて、自分の絵画でも違う素材や色っていうのをこう混ぜながら、隣り合わせながら関わらせて描いていくんですけども、そういうばらつきがあるもの、いろいろ同じでないものが並んでいるものにすごくインスピレーションを受けることが多いですね。もうこの世界のものって全部同じものはないと思っていて、すごくバラバラなものがいっぱいあると思うんですけど、なんかそれがこうバラバラなままに一緒にこうある並んでるとか隣り合っていることの美しさみたいなもの、バラバラなままでいい、バラバラなものがバラバラなままで一緒に隣り合って重なって関わっていくっていう美しさみたいなものが伝えられたらいいなと思って書いてます。一番困難に感じているのは、その作品をやっぱりカジュアルに楽しんでもらえるかどうかっていうところですね。特に絵画っていうのはちょっと見るときに緊張してしまったりとか、やっぱ高級なイメージがあったりして、崇高なイメージがあったりとか高尚なイメージがあって、なんかわからないからちょっと敬遠してしまったりとか、なんかそこでいつもちょっと皆さんに緊張されてしまうかなってところで困難だなと思っていることがあります、ね。絵画作品のままだとやっぱり展示見に来るとやっぱりちょっと緊張するので、やっぱりそれこそグッズになったりとか、例えば今も僕は本の表紙とか仕事をしているんですけども、そういう本の表紙になってたりすると、作品というよりも、なんか一つの場面とかものとして見えてきて、ちょっと身近に感じられるかなと思うので、なんかそういうふうにグッズになっていて、作品のままで見せるだけじゃなくて、それが何か別のものにつながっていったりとかすると、より身近になってくるのかなというふうに考えています。そうですね、いろいろなものが違うこと、異なっていることが、それを認めていっていいということと、それ自体がもう美しいということを伝えていけたらなと思っています。特にそのそうですね、虹とかにすごくインスピレーションもあるんですけども、虹もいろんな色が混ざり合ってできて、それで美しくなっていると思うので、なんかそういう違うものが全然あっていいし、それが隣り合って関わっていくことで美しいものができていくってことが伝えられたらいいなと思って。